休憩を解いて再開いたします。3番小松克吾議員。小松克吾議員公明党の小松克子でございます。ご指名をいただきましたので一般質問をさせていただきます。去る9月2日聴覚障害者協会の皆様をはじめとする実行委員会により、大正時代から昭和初期に手話の存続を危機から救った大阪市立ろうあ学校校長の高橋清先生の実話をもとにした映画ひげの校長上映会が開催されました。予想を超える観覧者、百瀬市長、赤羽教育長にもご参加され、市長からは手話でご挨拶をいただき、映画の内容はもちろん準備当初からのロークに思いを馳せ、大成功に涙が出ました。当事者の皆様と共に作り上げた手話言語条例が実を結びつつある大きなイベント成功に拍手を送りたいと思います。来る9月23日は手話言語の世界デーとして、世界中でブルーライトによるライトアップが行われます。本市でも市民交流センターにおいて実施されると伺っております。これもまた手話の理解促進普及のための事業であります。大成功をお祈りいたします。それでは通告に従い質問をいたします。1、女性が活躍できる社会について。将来の労働力不足、慢性的な長時間労働、女性管理職の割合の低さ、出産・育児を理由に仕事を辞める女性の多さなど、日本のさまざまな課題を背景として、働くことを希望する女性の個性や能力が十分発揮されることの重要性が増しました。女性の職場における活躍を急ピッチで推進し、男女平等や豊かで活力ある社会の実現を図るために、2016年に女性活躍推進法が制定され、2020年には第5次男女共同参画基本計画に取り組み、目標が掲げられました。私たち公明党はこの計画を踏まえ、重点方針を含め、各種施策、予算等に速やかに反映することを強く要望することとし、2021年に女性活躍加速のための重点方針に対する提言を女性活躍推進担当大臣に提出し、同年に女性活躍男女共同参画の重点方針2021の策定がなされました。その後、2022年女性活躍推進法を経て、女性活躍男女共同参画の重点方針2023、いわゆる女性版骨太の方針策定に至っております。我が国の人口の約半数を占める女性が、政治、経済、社会などあらゆる分野において、政策や方針の決定過程に参画することは、急速な少子高齢化、人口減少の進展、国民の価値観の多様化の中で、さまざまな視点が確保され、あらゆる人が暮らしやすい社会の実現につながると思われます。しかし、女性の決定過程への参画には、一定の進歩が見られるものの、諸外国に比べ、現状において大きく差を広げられています。男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを一段と加速させることが喫緊の課題です。男女が家事・育児等を分担して、共にライフイベントとキャリア形成を両立できる環境づくりに向けて、女性の所得向上や経済的自立に向けた取り組みをあらゆる観点から進める必要があります。そこで3点について市長の認識をお伺いいたします。1、女性活躍男女共同参画の重点方針2023の概要について、国の第5次男女共同参画基本計画で決定した成果目標の達成や
施策の実施に向けた取り組みのさらなる具体化を行うとともに、新たに取り組む事項を加えた女性活躍男女共同参画の重点方針2023について概要をお聞かせください。括弧に塩尻市第6次総合計画における女性登用目標値の設定の考え方について、働くことを希望する女性の個性や能力が十分発揮されることの重要性が増しています。そこで女性の職場における活躍を急ピッチで推進し、それによって男女のバランスの取れた彩り豊かな活力ある社会の実現を図るために、女性版骨太方針2023に掲げられた2030年までに女性役員の比率を 30% 以上とすることを目指すことが塩尻市民の共通の目標となれば、日本初の男女共同参画都市宣言を行った本市にふさわしい姿ではないでしょうか。塩尻市の第6次総合計画の基本戦略にある競争の実現には、骨太の方針に沿った取り組みや目標を明記すべきと思いますが、いかがでしょうか。括弧3、女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現に向けた考えについて、女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会を実現するためには、配偶者等からの暴力への対策の強化、性犯罪・性暴力対策の強化、困難な問題を抱える女性への支援、生涯にわたる健康への支援などの環境整備が必須であります。本市の現状掌握と体制整備状況、さらなる計画があればお聞かせください。2、子宮頸がん撲滅への取り組みについてお伺いします。この課題に対しては、本議会でも度重なる質疑が行われてまいりました。女性特有のがんであり、若い世代の罹患が多くを占めます。年間約1万1000人と報告され、約2800人が子宮頸がんのために亡くなっています。若い世代で罹患した場合に、手術や放射線療法で命が助かったとしても、妊娠することができなくなってしまうこともあります。また小さなお子さんのお母さんであることも多く、子どもを残して亡くなっていくこともあります。このような理由から、その人自身だけでなく、家族や次の世代のために重要なことであります。特徴として、がんの中で唯一、ウイルス感染が原因であることから、HBV 予防接種により防ぐことが可能であるため、2013年から、小学校6年生から高校1年生相当の女子を対象に定期接種化されましたが、副反応問題が浮上し、積極勧奨は一時中止となり、接種率はほぼゼロとなりました。その後、検証作業が実施されましたが、ワクチン接種と副反応の因果関係は確認されず、2020年には積極勧奨はしないものの、接種対象者への個別通知を発出し、接種率は大幅に増加に転じ、2022年にはワクチン接種の有効性が副反応リスクを上回るとして、積極勧奨を再開いたしました。2013年、積極勧奨を控えてから、2022年の再開までの約9年間に、大勢の未接種で対象年齢を過ぎてしまった方がおり、その救済措置として、未接種者に対し、2022年から3年間のキャッチアップ接種対象者への個別通知を実施していると承知しております。そこで、括弧1、本市のキャッチアップ接種の目的と現状、括弧2、接種期間を迎える未接種者への対応を合わせてお聞かせください。3、子どもの悩み相談について、厚生労働省によりますと、昨年の小中高生の自殺者数は、統計がある1980年以降、最多の514人に上るとのことです。特に8月下旬から9月上旬は、長期の休み明けになり、生活環境が大きく変わる時期で、強いプレッシャーや精神的な動揺も生じやすく、
子どもの自殺が最も増える時期とされています。学校や行政が保護者らと協力し、子どもたちが SOS を出しやすい環境づくりが大事になると思いますので、お伺いします。私ども公明党は、8月21日に佐久市教育委員会を視察させていただき、佐久市子ども SOS 相談フォームタッチについてお話を伺ってまいりました。佐久市では、いじめやからかい、家庭で困ってつらいと感じている子どもが、周りの目が気になって自分から相談することが難しい場合もある。その悩みを誰に相談したらよいか分からず、一人で苦しむ子どもがいるとの問題意識をもとに取り組んでいる事業でありました。視察研修での佐久市教育委員会の取り組みに沿って質問をさせていただきます。括弧1、タブレット端末を活用した子どもの悩みの発信について、悩みを抱えた子どもの存在を早期に発見し、対面での支援や組織での対話につなげることが肝要であります。とともに、その子どもが思いを受け止めてもらうことで、周りの人とつながる良さに気づき、自ら SOS を発信していこうとする力を育てるということこそが、根本的な生きる力を育む教育であるとの思いから、取り組みが開始されました。従来から佐久市では、本市の子と親の相談員に相当するコスモス相談事業というものがあり、指導員による電話相談等を行ってきましたが、そこに新たな相談手段の一つとして、一人一台のタブレット端末が整備されたことを活用し、特別なアプリではなく、教育委員会が自力で作成できるウェブによる相談フォームであるとのことでした。子どもたちは簡単なタッチパネル操作により、アイコンを開き、大まかな相談項目や、誰に相談したいかを入力し、それを受けた教育委員会が、相談内容に踏み込むことなく、相談したい相手につなぐプラットフォームの役割をし、子どもが安心して相談したい相手に気軽にアクセスできるという仕組みでありました。本市ではこのような DX を活用した子どもの SOS を発信していく力を育む取り組みについてお考えをお聞かせください。括弧に、悩み相談の受け方と対応体制についてでございます。子どもが悩みを感じる場面は、学校や家庭、放課後の遊び場など様々であります。特に自殺を考えるのは深夜が多いと言われております。また相談の緊急性も様々であり、SOS の発信の取り組みと同時に、受け手の整備が重要であると感じました。SOS を発信する時間は24時間を想定し、相談が受け付けられる時間や、相談相手につなぐ緊急性を子どもたちとあらかじめ約束しておく必要があり、保護者、学校、子どもに市教育委員会が丁寧にルールなどを説明し、新しい環境が始まる新学期ではなく、6月中に各学校のカリキュラムと合わせて運用を開始しているとのことでありました。本市でこのような DX を活用した相談事業を考えた場合の受け手の対応についてご所見をお聞かせいただきたいと思います。4、国道153号の安全対策についてお伺いします。国道153号は塩尻市東地区を貫き、中南信をつなぐ主要幹線であると同時に、地域住民の身近な生活道路でもあります。地区出身の議員をはじめ、議会においてもたびたび議論のテーブルに乗る課題の多い路線であります。以前から指摘されていた箇所も含め、市内外から寄せられている声をもとに、2点お聞きしたいと思います。括弧1、下大門変則交差点改良の考えはあるかについてお伺いします。国道、県道、市道が交わる変則5車路の交差点で、通過車両の障害になる、また通学路にもなっており、交通量が多く、大変危険な交差点です。
多くの方が危険を感じながら通っており、改善や安全対策が求められております。令和2年12月定例会では、金子勝利議員から同様の質問があり、市当局も改良の必要性を認識されており、県、警察等と意見交換を図りながら、現状の課題を共有して、どのような解決策があるのか研究してまいりたいと答弁されております。大きな事故が起きる前に、ぜひ改良していただきたいと思いますが、どのような研究となっているか お答えください。括弧に、大小屋交差点の安全対策の考えはあるかについて、下大門交差点と同じように、国道、市道が交わる変則交差点であります。通学路として多くの子どもたちが通ります。諏訪方面からの車両が桟敷方面へと右折しようとする際、右折レーンがないため後続車が渋滞。桟敷方面から国道へ向かう車両は、信号が赤のとき、停止線はあるものの、幅員が狭いため、車両によってさまざまな位置で停車し、すれ違いができなくなったり、中央部分で停車している場合は、その周りを歩行者が通ったりします。東省から来る車両は、時間による一方通行の規制をしていただいていますが、桟敷方面へ行こうとする車両が、信号待ちの車両を反対車線に出て追い越すなど、大変危険な状況となります。車にとっても、歩行者にとっても、安心安全なための対策をお願いしたいと思いますが、ご所見をお聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。小松勝子議員の質問に対する答弁を求めます。以上。百瀬市長。小松勝子議員の一般質問にお答えいたします。私からは1、女性が活躍できる社会について、括弧1、女性活躍男女共同参画の重点方針2023の概要についてお答えいたします。女性活躍男女共同参画の重点方針2023、いわゆる女性版骨太の方針は、女性活躍男女共同参画の取り組みを加速するために、毎年6月をめどに政府が決定しているものです。目的といたしましては、社会全体で女性活躍の機運を醸成し、多様性を確保し、男女ともに自らの個性と能力を最大限に発揮できる社会を目指すとされており、具体的な施策として大きく3つの柱で構成されております。1つ目の柱は、女性活躍と経済成長の好循環を目指し、1つ目として、プライム市場上場企業対象に2025年度をめどに女性役員を1名以上選任、2030年までに女性役員の比率を 30% 以上とすることなどの行動計画を策定すること、2つ目として女性起業家の割合を 20% とすることを目指した育成と資金調達等の支援を行うこととしております。2つ目の柱は女性の所得向上、経済的自立を目指し、多様な働き方を推進するため、長時間労働の是正、仕事と家庭の両立支援、多様な生産員制度の普及促進、男性育休の推進、そして女性デジタル人材の育成、リスキリングの推進、各地の男女共同参画センターの強化等の取り組みなどにより、30代女性が出産を契機に正社員から非正規雇用化する、いわゆる L 字カーブが生じる背景にある構造的な課題の解消を目指すとしております。
3つ目の柱は、女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現を目指し、配偶者等からの暴力への対策強化、性犯罪、性暴力対策の強化、困難な問題を抱える女性の支援、生涯にわたる健康への支援に取り組むとされております。この重点方針に基づきまして、市といたしましても、女性が活躍できる社会の実現に力強く取り組んでまいります。私からは以上でございます。久留米障害学習部長、はい、私からは括弧に第6次総合計画における女性登用目標値の設定の考えと括弧3、女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現に向けた考えについてお答えいたします。本市では第6次総合計画の策定に合わせ、男女共同参画に特化した個別計画として令和6年度を指揮とする第5次塩尻市男女共同参画基本計画の策定を進めております。この計画の基礎資料としまして、昨年8月に18歳以上の男女1000人を対象に男女共同参画に関するアンケートを実施いたしました。このアンケートの中で、職場における性別による男女の待遇差があるかとの問いに対し、6割以上の方が待遇差があると答えており、その待遇差の内容は賃金、昇進、役員への登用、仕事内容の順に高くなっており、特に回答された女性において性別による役割の固定化に反対し、待遇差などの解消を望まれている回答結果となりました。併せて育児休暇や介護休暇の取得にも大きなジェンダーギャップがある傾向がうかがえ、企業の経営者と併せ従業員ご自身の意識改革を促していく必要があると考えているところでございます。議員お尋ねの数値目標につきましては、国や県の方針、また今回のアンケート結果を参考に、性別に関わりなく個性と能力を発揮することができる社会を目指し、第6次総合計画や男女共同参画基本計画の策定の中で目標とする内容は数値を検討してまいります。次に括弧3についてですが、女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現に向けた環境整備は大変重要な施策と考えております。本市の女性が抱えているさまざまな問題や悩みなどの相談に対しまして、専門の相談窓口を設け、女性相談員が対応しております。相談件数は年々増加傾向であり、令和4年度の相談件数は延べ366件で、前年度に比べ144件64.9% の増加でありました。主な相談内容は、夫からの暴力が96件、職場の人間関係等の相談が79件となっており、年代別では30代から50代の女性からの相談が多くなっております。長引くコロナ禍は、男性よりも経済基盤が弱い女性に特に深刻な影響を与えており、失業などにより生活困窮に陥ってしまうなど深刻なケースもあり、相談内容は複雑化多様化しております。このような事態に対応するため、令和5年6年度の組織再編を見据え、困難を抱える世代をトータル的な支援につなげられる支援体制の構築を目指してまいります。また相談件数の増加の一因として、ドメスティックバイオレンス、略して DV と言われる直接的に身体を傷つける暴力のほかに、嫌なことを言う、無視をするといった精神的暴力、生活費を渡さないといった経済的暴力、配偶者のスマホを勝手に見る、行動を制限するといったモラルハラスメントなども、
DV と同様な行為であるという意識が、認識が社会の中で徐々に深まってきているものと考えております。今後もこうしたあらゆる暴力を防止するため、先ほど申し上げました第5次塩尻市男女共同参画基本計画を策定し、具体的な取り組みとして学習機会の提供や啓発を推進するとともに、高校生をはじめとする若年層に対しましても、パートナーとの良好な関係性について学ぶ機会を設けるなど施策を講じてまいります。私からは以上です。古畑健康福祉事業部長。私からは2子宮頸がん撲滅への取り組みについての括弧1 HPV ワクチン接種キャッチアップ接種の目的と現状、括弧2接種期限を迎える未接種者への対応についてお答えいたします。まず括弧1 HPV ワクチン接種キャッチアップ接種の目的と現状について、予防接種法に基づき実施しているワクチン接種につきましては、接種対象者やその保護者に対しては、予防効果の周知とともに、接種を受けるよう、市が積極的な勧奨を行うこととなっております。子宮頸がんの予防に効果がある HPV ワクチン接種につきましては、平成25年に、定期接種化されてから、接種後の多様な副反応等に十分な情報提供ができない状況があったことから、平成25年から令和3年までの間、積極的な勧奨を一時的に差し控えていた期間があり、接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、キャッチアップ接種を実施しております。キャッチアップ接種は令和4年度から開始され、現在の対象者は積極的な勧奨を差し控えていた間に定期接種の対象者であった平成9年度生まれから平成18年度生まれまでの女性で、過去にHPV ワクチンの接種を合計3回受けてない方を対象としています。また、令和6年度の対象者には、平成19年度生まれの女性が追加されます。接種の状況でありますが、HPV ワクチン接種の完了までには、3回の接種が必要になります。令和4年度のキャッチアップ接種対象者は2265人、接種者数は1回までが168人、2回までが150人、3回までが97人となっております。令和5年度は接種対象者2364人、8月31日現在で把握している接種者数は、1回目までが80人、2回目までが41人、3回目までが34人となっております。次に、括弧2、接種期限を迎える未接種者への対応につきましては、令和4年度と5年度とも、キャッチアップ対象者には、個別通知により案内をしておりますが、キャッチアップ接種対象者の3回までの接種完了割合は 4.3% にとどまっております。令和6年度はキャッチアップ接種の最終年度になりますので、未接種者へは
子宮頸がんの現状や病気に関する情報、子宮頸がん予防にはワクチン接種が有効であること、過去に1回または2回接種したことのある方も残りの回数を公費で受けられることなど、分かりやすく説明できる個別通知により接種勧奨を行うとともに、ホームページ広報でも広く周知してまいります。また20歳以上の女性に対しましては、子宮頸がん検診の対象になりますので、ワクチン接種による予防を行うとともに、子宮がんを早期に発見するため子宮がん検診を定期的に受けることが重要であることも併せて周知してまいります。私からは以上です。太田子ども教育部長。私からは3、子どもの悩み相談についての2点についてお答えいたします。はじめに1、タブレット端末を活用した子どもの悩みの発信につきましては、文部科学省が本年3月に取りまとめた誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、通称心プランにおいて、一人一台端末を活用し心や体調の変化の早期発見を推進することとされたほか、子どもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議が本年6月に取りまとめた子どもの自殺対策緊急強化プランにおいて、一人一台端末の活用等により自殺リスクの早期発見をすることとされたところであります。また本年7月には文部科学省から一人一台端末を活用した健康観察教育相談システムの一覧が示され、 Google フォームなどの無償で利用できるサービスを活用した事例や有償サービスを活用した事例などが紹介されております。本市の取り組み状況といたしましては、当初無償で利用できる Google フォームによる相談窓口を検討しておりましたが、サービスの特性上相談が来ても見落としてしまう危険性があることや、相談に対して直接返信することができないことなど課題が多いことから、現在有償サービスの導入を検討する中で実証研究を計画しております。実証研究の内容といたしましては、開発会社協力のもと、児童生徒の心や体調の変化を把握する機能と、匿名で相談ができ横断者とチャット形式で直接対話ができる機能を併せ持ったアプリケーションを、本年10月から2ヶ月間程度指定する小学校および中学校の特定学年において実際に活用してみることで、アプリケーションの効果を検証するとともに必要な機能や相談体制について検討するものであります。市教育委員会といたしましては、子どもたちの心や体調の変化を早期に把握するとともに、友人や家族、担任教諭など身近な人に相談できず一人で悩んでいる子どもたちの SOS を受け止め、必要な支援につなげられるよう一人一台端末の活用に向けた取り組みを進めてまいります。次に2、悩み相談の受け方と対応体制についてお答えいたします。タブレット端末を活用した相談体制が整備された場合の対応につきましては、システムを利用する子どもは身近に信頼できる人がおらず誰にも相談できずにいるものと考えられます。本市におきましては、こうした子どもたちからの相談を優しく受け止め、話し相手として信頼関係を築きながら必要な支援につなげるため、市独自で教育総務課に配置しております子と親の心の支援員が中心となって対応し、
必要に応じて学校や家庭支援課などの関係機関と連携する体制を想定しております。私からは以上です。曽根原建設事業部長。はい、私からは4国道153号の安全対策についての2点についてお答えいたします。はじめに括弧1下大門変則交差点改良の考えはあるかにつきまして、下大門交差点は国道153号一般県道塩尻停車場線、都高大門線の2路線及び市道大門下西城団地1号線が交わる変則五差路の交差点であります。またこの交差点は国道153号を主交通としておりますが、松本方面および辰野方面から木曽方面中心市街地へおよび田川町へ向かう車両も多く、交通量の多い交差点となっております。交差点の実態としましては、松本方面から県道都高大門線へ右折しようとする際には、国道153号の辰野方面から来る車両が見えにくく、右折レーンもないことから後続車で渋滞している状況が見受けられます。議員ご承知のとおり、これまでの本会議でこの交差点の改良要望をいただいておりましたし、令和2年度に塩尻商工会議所の建議で松本方面からの車線に右折レーン設置の要望をいただいたことなどから、令和3年8月県に対し要望書を提出するなど、安全な交差点への改良について強く要望してきたところであります。その結果、昨年度から本年度にかけて国道153号を管理する長野県松本建設事務所において、下大門交差点の車両および歩行者の安全な通行を確保するため、道路の現況調査を実施していただいたところであり、現在現状の課題を整理している状況とお聞きしております。今後につきましては、引き続き現状の課題を共有させていただきながら、どのような安全対策が効果的であるかなど県と連携して検討を進め、市民が安心して生活できる道路環境整備に努めてまいります。次に括弧2、大小屋交差点の安全対策の考えはあるかにつきまして、国道153号の大小屋交差点は、国道の北側に市道堀之内旧道線と大小屋桟敷線の2路線が接続する変則交差点であります。この交差点は、塩尻東小学校や塩尻中学校への通学路で、安全対策の観点から、歩車分離方式の信号機となっているほか、交差点から塩尻東小学校へ向かう市道堀之内旧道線は、道路付近が 4.5 メートルと狭いことから、通学時間帯は一方通行の規制をかけ、歩行者の安全確保を図っているところであります。しかしながら、議員ご指摘のとおり、国道153号の右折時の渋滞や、国道153号を北尾の方面へ向かって、左側の歩道を通行する場合、変則的な交差点形状が原因で、市道2路線それぞれに信号待ちの停止線があるため、歩行者がどの場所を渡ってよいのか、大人でも迷う場合があるとお聞きしております。そうしたことを踏まえ、地域の皆さんが安全に安心して生活できる道路環境の確保に向け、まずは地域の実情を把握する中で、課題を整理し、必要な対策等について検討を進めてまいります。私からは以上です。小松克子議員の質問を許します。
小松克子議員。それぞれご答弁ありがとうございました。順を追って再質問をさせていただきます。女性が活躍できる社会について、女性活躍男女共同参画の重点方針の概要及び第6次総合計画の基本戦略構想の実現に向けた目標についてご答弁をいただきました。女性の登用についてお伺いします。塩尻市役所も一事業所でありますが、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表・届出義務が、常時雇用の労働者数が301人以上から101人以上に拡大されましたが、塩尻市役所はその事業者に該当するかどうかお聞かせください。青木総務部長。はい。ただいま議員からご指摘をいただきましたとおり、一般事業主行動計画につきましては、女性活躍推進法が改正をされまして、令和4年の4月から、労働者が101人から300人以内の事業主も策定義務の対象となっております。国、それから私ども地方公共団体につきましては、一般事業主と区別をするために特定事業主としまして、同様に行動計画の策定が女性活躍推進法等に基づき定められておるところでありますが、塩尻市役所としましても、この行動計画を策定するとともにですね、女性活躍の推進等の具体策を盛り込みました塩尻市人材育成活用基本方針につきましても策定をいたしまして公表しているところでございます。本年度につきましては、第6次の塩尻市総合計画とこの策定と合わせまして、特定事業主行動計画、それから人材育成活用基本方針の見直し作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。小松克子議員。はい。そうしますと、2025年までに数値目標として女性の採用率、管理職の割合などを盛り込む必要があるとされていますが、今言っていただいた中に入っていたかと思います、塩尻市役所の女性管理職登用率の実態、また登用率の向上に向けた取り組みについてお伺いしたいと思います。はい、長。青木総務部長。本市の女性管理職、これ部長級、それから課長級の登用の割合でございますけれども、令和5年度、本年度につきましては 19.4% となっております。で、内閣府の調査ベースで、全国との比較が可能な令和4年度、昨年度でございますが、これにつきましては本市は 18.8% となっておりまして、全国市区の平均値の 17.3%、これを上回るとともにですね、県内19市の中でもトップ水準となっております。女性管理職の登用の考え方ということについてでございますけれども、まずはこの組織としてですね、女性職員が活躍できる場、それから機会を積極的に創出していくこと、これがまず基本になろうかと考えております。しかし、女性だから特別に管理職に登用するとか、そういうことではなくてですね、人事評価制度ですとか、それから承認昇格制度などの人事制度、これにおける基準をですね、しっかりと明確化をいたしまして、透明性の確保も図りながら、性別や年齢にとらわれずにですね、管理職の役割を担える、そういった人材が登用されていくことが、組織でにとっては必要である、そういうふうに考えておることから、本年度につきましては承認昇格制度の見直し、それから伏線型人事制度などの人事制度改革に取り組んでいるところでございます。それから女性職員を対象としましたライフデザイン研修、それから育児休業明けの職員等を対象としました相談体制の充実なども図りながら、女性職員のキャリア形成、これの支援を積極的に推進していくとともに、男性職員の
育児休業取得等についてもしっかりと促進していくなど、組織が一体となってですね、女性職員が活躍できる、こういった体制の強化を図ってまいりたいというふうに考えております。はい、以上。小松勝子議員、はい、はい、ありがとうございました。次に経済成長での女性活躍についてお聞きします。女性の起業家あるいはデジタル人材、リスキリングといったワードが出てまいりましたが、本市では華道がその象徴的な事業に当たると感じます。 DX センター開設に伴い、今後の華道の事業展開や女性活躍社会実現のための組織としての位置づけについてお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。はい、古畑産業政策部長、はい、担当部長から、昨年の4月内閣府の男女共同推進会議において、女性のデジタル人材育成プランが決定になりました。まあ、そこの際にですね、全国のまあモデルケースとして、まあ参考事例として華道が取り上げられておりまして、まあ、今日まで全国から華道が注目されているという現状であります。6月にコア塩尻オープンいたしまして、首都圏の民間企業が続々と入ってきて、まあ、この地で実証事業をやりたいという中で、一つ挙げられているのが、やはり華道のワーカーさんのサポートが受けられるというものも非常に利点であるというふうにおっしゃっております。自動運転の実証事業を過去数年、行ってきまして、走行に必要な 3D 地図の作成は華道のワーカーさんが行っておりますけれども、昨年度からは、実証の車両に乗り込んでいただいてですね、データの収集ですとか、まあシステムオペレーターの業務というんですけれども、まあ、その辺のところをやっていただいていること、またギガスクール構想においては各学校にですね、華道のワーカーさんが入っていただいてサポートしていただいていること、それから乗ると塩尻においてはデジタルデバイト対策として、電話の受付の申し業務を行っていることなど、まあ、まさに地方における女性のデジタル人材の育成という面を、今体現しているというふうに自負をしております。現在華道にはワーカー300人ぐらいの方が働いていますけれども、まあ、どうしてもフルタイムで働けないというと女性というものが、まあ、これを直していかなきゃいけないんですけれども、今現状としてはそうなりますので、まあ、まさに女性のデジタル人材の活用というものを根幹に置きながら、まあ、フルタイムで働けない方々すべてにおいて収入を得られる場所として今後も事業は展開していきたいというふうに考えております。私からは以上です。小松勝子議員、はい、ありがとうございました。華道は全国から注目される事業でありますので、大いに期待したいと思います。第6次総合計画の中の競争は非常に大事なまちづくりのキーワードであると思います。目に見える女性の活躍が発揮されれば、塩尻市の明るい未来が開けると思います。総合計画は叶えることが重要です。具体的な進展を期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、HPV ワクチンについてでございます。現状についてご答弁をいただきまして理解させていただきました。なかなか進んでいない状況であると思います。本市における接種完了割合が 4.3% にとどまっているということでありますが、想像した以上に少ないことに大変驚いております。この数値は県内の他の自治体と比較してどのようなものなのかお聞かせいただきたいと思います。古畑健康福祉事業部長、現在手元に19市の状況、詳しい率については手元に持っておりませんけれども、今回の HPV のキャッチアップにつきましては、この期間に当たる方については やはりその副反応についてなかなかその不安が払拭できないということが接種の低さの原因となっております。市としましても今回までキャッチアップの通知などをしているわけですけれども、
やはりその点については不安がある方が多いということが国のアンケート調査の中でも出ております。この病気は深刻であるということは感じているけれども副反応に不安があるために接種はしないというお答えが多いと聞いております。以上です。生駒勝合議員、またその他の自治体と比べてどの程度の割合なのかというものがまた数字的な部分が分かりましたら教えていただけたらと思います。全国的にも HPV ワクチンの接種率は伸び悩んでいて、過去の接種世代ほど接種率は上がっていないと聞いております。国は接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回るとして積極的勧奨を再開しましたが、対象者に正しく伝わっていない可能性もあるかと思います。またキャッチアップ接種の期間がコロナワクチンの接種と重なっていて、接種間隔のことも考慮すると接種機会が限られたことも関係しているのかとも感じております。接種率の低さはやはり副反応が関係しているかというただいまの答弁でありましたけれども、この現状に多くの専門家がこのままでは子宮頸がんが減らせないと警鐘を鳴らしております。子宮頸がん患者当事者からも同じ後悔をする人を一人でも減らしたい、子宮頸がんワクチンの正しい情報を知ってほしいと懸命に啓発する動きもあります。令和6年度末にはキャッチアップ接種が終了し、対象者が無料で接種できる機会を失ってしまい、3回接種に半年間かかるためキャッチアップ接種対象者が3回を公費で接種完了するためには令和6年9月末までには初回接種を開始する必要があります。子宮頸がん積極的勧奨差し控えの影響を受けた世代にとって令和6年度末までが接種を受けられる期限でありラストチャンスであります。しかし現状では接種率は十分に上がらないまま制度が終了してしまう可能性が非常に高いと思われます。対応策としてまずは令和6年度末までに接種期限を迎える新高校1、2年生から27歳相当の12学年に対し最終期限をお知らせする通知を再度送る必要があると思いますが、市の対応をお聞かせいただきたいと思います。古畑健康福祉事業部長。はい、議員ご指摘の通り最終期限のお知らせをするということは大変大事だと考えております。市としましては高校1年生の相当の女性に関しましては、令和6年3月末までに、定期接種の対象者であるので子宮頸がんワクチンの接種の、通知と予診票を送付する予定でおります。また、平成9年度から平成19年度生まれの対象者の方に対しましては来年の9月までに初回の、開始をした方が良いということで、令和6年の4月中には答弁の中でも申し上げましたが接種の対象者であること、接種期限が令和7年3月31日までであること、また接種の期限を過ぎますと、任意接種になってしまいますので接種の費用が個人負担になってしまうことを、そういったことについて知っていただく内容の通知をしていく予定でおります。以上です。小松勝子議員。はい、ありがとうございます。あらゆる手段での啓発を今後1年間2024年度前半までに収集して行っていただくことが必要であると思いますので、その点よろしくお願いいたします。救える命は 何者にも変えられません。ご答弁を聞き、コロナ禍という特殊事情も考えますと、キャッチアップ期間の延長も国に求めていかなくてはならない課題かと思いますが、市におかれましては、スピード重視での対応をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、子どもの悩み相談についてお伺いします。
新しいアプリを導入して実証研究をしていくという答弁でございました。私ども公明党が視察しました佐久市教育委員会では、子どもの悩みの早期発見ということは言うまでもありませんが、子どもが扱いやすいタブレットを使い、子どもが SOS を出す力を育むという教育を目的にしているというお話をお聞きしました。佐久市のシステムでは、誰に相談したいかということを入力することが第一段階であり、相談内容までは踏み込みません。今までの結果を見ると、相談したい相手は担任の先生が最も多いとのことでした。裏を返せば、最も相談しやすいはずの担任に悩みを聞くことができずにいたということになります。まず子どもが誰にどのように SOS を出せばよいかということを考えるのが第一と考えますが、本市の取り組みにそのような観点はありますでしょうか。太田子ども教育部長。はい、市内の小中学校でございますけれども、現在児童生徒に対して担任教諭を中心に、教職員が一人一人丁寧に寄り添った相談支援を行っております。またスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、子と親の心の支援という、職員もですね、合わせて相談支援を行っております。加えてですね、学校内の保健室等相談窓口として、周知しておりますし、SOS の出し方教育として、長野県教育委員会作成の冊子を活用した授業も、行っております。支援につなげるためには、やはり子どもたちが SOS を出しやすい環境を整備していくことが大事だと考えております。なお、アプリによる相談はですね、相談窓口の選択肢の一つとして考えておりますので、あくまで対面相談の補完的なものであると位置づけで進めていきたいと思っております。以上です。小松克子議員。はい、ありがとうございます。アプリについてお伺いしたいと思います。 Google フォームについての課題が挙げられましたが、その課題が解決できるアプリと受け止めましたが、相談を見落とさない、直接返信することができるアプリという受け止め方でよろしいのでしょうか。太田子ども教育部長。はい、本市で導入を検討しておりますアプリについては、児童生徒からの相談入力があれば、即座に横断者の端末で確認できるほか、チャット形式で直接返信することが可能なアプリとなっております。小松克子議員。はい、先ほど匿名での相談、会話ができるということでございましたが、それで解決に至る場合はそれでいいと思います。対面であったり、人を介さなければ解決できない類の相談であった場合の SOS の受け止めは、匿名のままでいいのか疑問に感じますが、 SOS の内容によっては実名を特定する必要性はどのようにお考えでしょうか。太田子ども教育部長。はい、議員ご指摘のとおり、チャットでの会話で解決に至る場合は問題ないと考えておりますが、まあ、相談内容によってはですね、対面相談や必要な支援につなげることが重要であると考えております。そのためにはですね、日頃からの子どもたちの信頼関係づくりというのが非常に重要かと思っております。学校の先生だけではなく、ご家庭においてもですね、日頃からのちょっとした声掛けというのが非常に重要かと思っております。なお、現在導入を検討しております相談アプリでございますが、必要に応じて相談者を特定することが可能な機能があるほか、一度に多くの相談があった場合でも、まあ、殴るとか傷というような、まあ、特定の言葉が入った相談を検知してですね、いち早く発見することができる仕組みとなっております。小松克子議員。はい、ありがとうございます。子と親の支援員が中心となって対応しと言われておりましたが、現在4名体制と承知しておりますが、現場対応と相談の受付、支援者との連携、家庭へのアプローチなど業務は多岐にわたり、消化できるかどうかが心配ですが、体制は十分なんでしょうか。太田子ども
教育部長。はい、子供の心の支援につきましては昨年度までが2名体制ということで、本年9月から4名体制となったところでございます。でまた相談アプリについてもですね、10月から実証検証を始めるところでございますので、まあ、どの程度の相談が寄せられるかというのがまだ、ちょっと不明なところがございますので、今後支援員の業務量やですね、相談アプリの実証状況を把握する中で、まあ、相談体制についてしっかりと検討してまいりたいと思っております。はい、議長。小松克子議員。子どもの悩み対策は実務が大変重要となってまいります。教育委員会が先進的な実務について現場研修等は行っているのでしょうか。その点をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。太田子ども教育部長。はい、本市では国や県の最新の動向、それから公立中学校における先進的な取り組みを踏まえまして、昨年度末に不登校児童生徒への支援にかかる基本的な考え方や ICT を活用したもの、それから民間事業者との連携といったガイドラインを作成しております。で現在教育委員会配置の生徒指導担当指導主事を中心にですね、市の教育センターと連携して市内の全校の教職員に対して直接学校を回って職員研修を行っておりまして、現場の教職員へのですね、意識を高めていただくために普及定着を図っているところでございます。小松克子議員。子どもにとっての1年は長くかつ成長の過程で重要な時間となります。中村議員が市内のある校長先生に作詞の取り組みをお話しし、希望する相談相手は担任の先生方が多いことを紹介しましたところ、先生は校長先生はうなずきながら、先生方は休みの時間も仕事をしているので、かえって子どもたちが話をしたくても遠慮してしまっているのかもしれませんね、そのような仕組みがあるととても助かりますと言われたそうです。早期に実効性あるシステムを取り込んでいただきながら、そしてぜひ成果が出る取り組みをお願いしたいと思います。ありがとうございます。続きまして、下大門および大小屋交差点についてそれぞれご答弁をいただきました。ありがとうございます。交差点からつながる市道は福音が狭い割に交通量の多い場所となっております。雨の時期、雪の時期になると特に危険を感じております。しっかり対策をお願いしたいと思います。国道153号は両尾のバイパスをはじめ、中町交差点も含め何箇所も課題が多い国道でございます。交通の要衝として、また市民の安全のための最善を尽くしていただくことを切に願い、一切の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。以上をもちまして、小松克子議員の一般質問を終結いたします。この際10分間休憩します。